はい、道山です。ここでは効率のいい勉強法について解説していきたいと思います。効率のいい勉強法、これについてね、過去に1本動画を上げてはいるんですけど、まあ、日々ですね、この効率の部分はやっぱり情報がね、アップデートされていくわけです。そこでですね、この動画ではもう最新版ですね、今一番効率のいい方法は何か、これにちょっと特化してね、お話をしていこうと思います。この方法でね、しっかり勉強していただければ、同じね、勉強時間とか同じ勉強日数でも今まで以上に定期テストの点数ね上がっていくと思いますし、まあ、何よりね、これは小学生、中学生、高校生どの段階でも使える方法ですので、まあ、それぞれね目の前の受験、これがねしっかり合格できるかなと思います。はい、でまずですね、闇雲に行うのではなくゴールから逆算せよっていうねお話をしていきたいと思います。そもそも効率のいい勉強法とは何だと思いますか？これね、人それぞれ定義は違うと思うんですけど、私自身の考え方はですね、最低限の勉強時間で目標を達成する。これがね、一番効率のいい勉強法の定義だと僕は考えています。つまり、例えばあなたがね、目標をじゃあ定期テストで、まあ全教科80点を取りたいという目標があったとしますね。で、これに対して、じゃあ合計、100時間で達成できる場合と110時間かかる場合があったとします。この場合、100時間で目標を達成できる方が効率がいいっていう勉強になるわけですよね。これが効率のいい勉強法の定義になります。じゃあですよ、ここでじゃあ効率の悪い勉強法をやっちゃってる子ってどういう風にやっちゃってるかというと、闇雲に勉強しちゃってるんですね。つまり、80点を取れればそれで目標達成なのに、もう闇雲にがむしゃらに勉強するんです。まあ、その結果ね、例えばひどい場合は目標に達成できない場合が一番ひどいです。もしくはね、仮に目標達成できたとしても80点以上取る必要がないのに無駄に勉強しちゃってるとしますね。これは別に効率がいいとは言えないわけですよ。やっぱり自分のね、最低限の勉強時間っていうのを確保しないといけないので、その時間内で確実に結果を出す。これがね、効率のいい勉強法なので、まあ、そのためにまずは、あなたが何点を取りたいのか、もしくはどこに合格したいのか、これをまずは明確にしてください。そしてそれに対して必要な勉強が何かっていうのをしっかり書き出して、で、それだけを確実にやっていく。これが、まず大前提になります。いいですか？でですね、それをやっていくわけですが、これ最初にやるべきこと何かっていうと、そのやるべき内容に対して無駄な時間を削っていく必要があるんです。これどういうことかというと、例えばですね、じゃああなたが定期テストで全教科80点を取りたいとしますね。で、この場合、まあやるべきことがそれぞれ見つかったとします。で、これをやろうと思っても時間がなかったらできないんですよ。だからまず最初にやるべきことは時間の確保なんですね。そのために今自分のね、一日を見直してみて無駄な時間ってなんだろうっていうのをちょっとね、見直してみてください。まあ、よくあるのは、例えばですね、じゃあ朝起きて、ベッドの中でスマホをね、30分いじってるとします。こういった時間がやっぱ無駄な時間になるわけですね。こういうものをどんどん削っていくと、まあ、誰でもね、1時間ぐらいはね、時間ができるわけです。で、まずはその時間を全部削って、時間を確保して勉強を始める。これがね、最初のステップになります。もちろんね、余った時間全部勉強しないといけないわけではないんですが、まあね、時間はやっぱ確保しない限り進まないので、最初にこれをね、行ってください。で、次にですね、隙間時間を見つけ、英単語や漢字を覚えるということで、まあ、先ほどの方法でね、まとまった時間をこう確保して勉強していくとしますね。ただ、それでもね、足りる場合、足りない場合があるわけです。じゃあ足りない場合どうしたらいいかっていうと、これはですね、もう隙間時間にどんどん勉強を入れていくしかないわけです。そうするとね、勉強効率が上がっていきます。で、その中でやっていただきたいのが英単語や漢字の暗記です。例えばお風呂に入っている時とか、まあ、トイレにねいる時、この時間ってね結構隙間時間なんですよ。こういった時間をね上手に活用すると、だいたいね、効率のいい勉強法をやっていくと、英単語や漢字って1分で1個覚えられるんですね。お風呂に使っている時間だいたい10分ぐらいは誰でもあると思うので、これだけの時間あったら10個英単語とか漢字を覚えられるわけです。トイレも同じですね。そうすると、まあ、1日トイレとお風呂の時間だけで、まあ、20個ずつぐらい英単語って覚えていくことができるわけですよ。なので、こういう隙間時間を見つけてどんどん埋めていく。これがね、次のステップになります。
その次ですね、45分単位で勉強するということで、まあ、まとまった時間をね、どのようにしていったら効率がいいかって話なんですけど、ここはですね、時間を区切って勉強していくことがすごく大事です。これね、勉強効率が悪い子を見ていると、大抵ですね、だら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 1時間、2時間ずーっと勉強してるんです。で、だんだん疲れてくると、勉強をしながら片手でスマホをいじるとか、まあこういう状態になっちゃうわけですね。これが一番効率が悪いです。一番効率のいいのは、時間45分間を区切ってそこをしっかり勉強する。そして15分休むっていうようなね、こうリズムよくやっていく方が一番効率がいいんです。なので、45分でタイマーをかけてですね、これで勉強をしていくようにちょっと癖づけをしてください。でですね、なんで45分なのかというと、まあ、大体どの学校でも定期テストって45分から50分ぐらいだと思うんですよね。なので、その定期テストに慣れるっていう意味もありますし、まあ、授業自体も大体40分から50分ぐらいでね、組まれていると思うんですよ。まあ、なのでね、人間っていうのは無意識でね、これぐらいの時間で集中力がね、保てるようになってきているので、まあ、この時間で区切っていくのが一番効率が上がります。で、次にですね、正しい勉強方法かをチェックするということで、まあ、こういうね、時間を区切ったり、隙間時間を埋めたりしてっても、肝心な勉強方法をね、間違えていったら、それは効率は上がらないわけですよ。なのでね、今一度自分のやってる方法が正しい勉強方法なのか、これをしっかりチェックしてください。これに関してはね、教科ごとに僕、勉強方法を上げてますので、例えば、理科、もし調べたいんだったら、理科、スペース、道山経理。で調べていただければ私のね、理科の一番効率のいい勉強方法をねまとめた動画が出てきますので、こちら一度参考にして、自分の勉強方法と照らし合わせてみてください。はい、ということでですね、いろいろお話をしてきましたが、7日間で成績アップ無料講座というものもね、やっております。まあ、そもそもね、この勉強のね、効率のいい勉強方法何か、もちろん動画でも解説はしているんですけど、まあ動画でね、解説できない部分も結構あるんですね。このあたりは、無料講座の方で解説しておりますので、よかったらね、この動画の、右上のところをタップしていただくと、詳細確認できますので、一度こちらもチェックいただければと思います。はい、あとですね、チャンネル登録や動画に対するコメント、こちらもね、楽しみ、お待ちしておりますので、よかったら、送っていただけると嬉しく思います。